こんにちは、速稼塾の久保です。私の住んでいる広島県、その中の広島市っていうところでですね、PCR 検査を80万人に対して、この広島市の予算で行うということだったんですよね。それで今日だったかな、昨日だったかな、数字がまとまったんですけども、陽性者0人というね、報告が私のところに入ってきました。これからどういうことなのかね、しかるところに確認しようかと思いますけども、これはすごいことだと思うんですよね。というところでね、今回ですね、PCR 検査に必要な PCR キットっていうのは一体ね、どうやって手に入れるのかというところを動画にしてみようかと思います。まず画面を切り替えます。はい、画面切り替えます。いかがでしょうか。PCR 検査キットで検索すると、もう山ほど出てきますよね。1回4440円とか、15分で検査が可能とか、とりあえず一番上、在庫ありをクリックしてみましょうか。山ほどあるんですね、今はね。ほう、これ簡単じゃないですか、いきなり。COVID-19、へぇ、19万8000円で100回分ということなんで、1回1980円。なかなかお得ですね。ということは、町内会とか会社とかでこれを19万8000円で買って、で、100人に、まあ、延べ100人ですよね。だから50人の従業員さんだったら、1週間おきに2回とかできますね。これいいじゃないですか。かなり。で、唾液による PCR 検査が2つ目に出てますね。これもお手軽ですね。これは、どっかのね、病院がやってらっしゃるのかな。新型コロナウイルス PCR 検査。無償検査。児童、医療従事者。企業、団体検査ってことで、これ出てますね。検査費用が PCR 検査は1万2000円。1回あたり9600円。合計5回で4万8000円。10回で8万1800円と。申し込みもできると。結構リーズナブルですね。3つ目。自宅でできる。これが多くの方求めてるんじゃないですか。こっそりできるやつ。GET っていうサイトですね。ゲット。わー、いっぱいある。100回分が34万2000円なんで、1回3420円ですね。安いじゃないですか。私19800円とかで、あれですか、入手してましたからね。どれもこれも安い。今はそのぐらいになったんですね。なんか一番安いのでね、3500円っていうのを私見たことがあるんですよ。で、抗体検査キット、自宅で15分で検査が可能。これを最後にしてみましょうか。即日。アイチェック。おぉ、これクリック。2種類できますね。はい。なるほどね。いいじゃないですか。3980円ですよ。ご購入はこちら。こっちは2980円。ね。いっぱいありますね。これ、どなたでしょうね。SKE48。へぇ。かわいらしい方ですね。どっかの有名な方ですかね。はい、ということで SKE さんもインタビューしているというこの検査キット、ここまででいいですかね。はい、 PCR 検査は今自宅でやる時代ですね。もうどこに出かける必要もありませんし、お値段は安いし、もうね、どっかに出かけてやると、ただでも出かけるってコストかかりますんで、自宅でね、だから郵便受けに入ってるやつでパッとやってね、ちょっとしたら分かるみたいなのが、これいいんじゃないですかね。仮に陽性でも黙っとけばいい。黙っとけばね。いいわけですからね。そういう方もいるでしょう。だってね、結局、会社で、例えばね、介護施設とかで PCR 検査は積極的に受けないといけないけども、万が一感染して陽性だったら、その職場に行けなかったり、他の人になんか移るっていうかね、誰から誰に移ったのか分かんないけども、一番最初に陽性だった人が、お前から移ったんだって言われかねないじゃないですか。だから結局、お互いに検査を受けないっていう状態とかね、いろんな会社とかであるんじゃないかなと思うんですよ。そんな気がするんですけどね。どうですかね。それでは本日は以上です。ありがとうございました。